今一つ大きなプロジェクトを立ち上げようと思ってます。何かと言いますとね、これが生きていくための韓国語、前回のスピーチから皆さんの投稿を募ったもの、そして今募集中なのは心に響いた韓国語。まあこのタイトルはともかくね、とにかく心に残っている印象的な何か表現とか単語とか、そういうものを一つこう取り上げて、それにまつわるエピソードなど、紹介してほしいんですね。それをまあたくさん全国から集めて、ミレセに限らずね、全国の皆さんのものを集めて冊子にしたいと。ここからなんですけども、あのね、ある一人の方がね、韓国の方が、それはミレの受講生を通して知り合いになった韓国の方からの注文があったんですね。これで、まあこれ当然大役ですから韓国人にも読んでいただける。そうするとね、私がちょっと思ったのはね、これこそ韓国人に読んでもらいたいなと。日本人のね、まあ主婦の方、まあ主婦の方中心なんですけども、そういう方がね、どんな思いでどのぐらい韓国を学習してきたのか、どう関わってきたのかね。富裕層な、まあ韓流が始まって15年ぐらい経って韓国の学習をしながらね、随分とやっぱり日本人が変わってきた。だからこういうタイトルにし、そういう私のコメントもつけたんですけども、もう人生が変わってきたんですよ。生き方が変わり、生活が変わり、知的好奇心が変わり、そして行動範囲が変わり、交友関係が変わり、もうすっかりね変わってきたんですよ。だからそのぐらいね、韓国語学習から日本人は影響を受けてる。そして日本の真面目な方たちはね、もう実利的な目的なしに本当によく勉強なさった。でそういう事実をね、そういうのをね、なんか、まあ、研究論文とかねリポートする、そんなんじゃなくてね、もう実際に皆さんの声を集めてるんです。これはね、だから非常に説得力があるんです。もう事実なんですから、皆さんの声なんですからね。でこれを韓国人に読んでもらう。でまあこれだけだと分量的にも足りませんので、今募っている心に響いた韓国語とちょっと合本にしてね、合わせて、そして次私あの3月19日ハニャン停泊所に皆さんと一緒に行きますけども、その時にハニャンの先生にまずお話を聞いていただいて、読んでいただいて、そして何かね韓国での出版に向けて動いていこうと思います。韓国で出版できれば広く日本人の、まあ、学習実態、あるいは学習者の生の声を聞いてもらいたい、そんなふうに思ってるんですね。ハニャンでうまくいかないかもしれないし、今までミレがやってきた大学にも行ったり、出版社などにも打診をしたりですね、ちょっとね思い切った動きをしてみようかなと思ってます。でそのためにもまずは皆さん、今募っている心に響いた韓国語、この動画を見てる皆さん、たくさん投稿してください。200字で、本当にね、軽く書いていただいたらいいと思います。200字投稿をできるだけ多く、そして日本全国の方からたくさんいただければなと思います。私いくつか、まあ、サンプル動画のようなものを撮りましたけど、あれがまたちょっと特殊な感じがしますので、いくつかね、今回のスピーチで取り上げられた、タイトルを紹介しますね。ピョナゲカセヨとかね、それからね、シュオナダ、オモニ、ソドルジマルゴ、シュジマルゴ、それからパリモゴ、チョンチョニーとかね、シジャギパニダ、オシナルゲダ、それからケナリ、ポゴシプタ、コマオヨ、それからパンガオヨ。まあ、こういった単語を取り上げて、単語や表現を取り上げて、それにまつわるエピソードをわずか200字ですので、1つじゃ物足りなければ2つでも3つでも結構ですので投稿してみてください。皆さんのこう思いの詰まった単語や表現をね、大役にして、そして日本と韓国で本を出す。でそれを広く大勢の方に読んでいただく。特にまあ今、韓国人に読んでもらいたいなと思ってます。出版までいけるかどうか分かりませんけども、とにかくそういう思いで私は動こうと。なので、皆さんこれを見て共感してくだされば、何か一つ投稿してください。そしてね、まあ
無責任なようですけど、これだけ投稿をお願いしても実際どうなるか全然わかりません。全く形にならない可能性もあるし、あるいはせっかく投稿していただいたのに、ページ数の関係で、セレクトいけなくなってしまうようなね、そんなことにもなりかねませんので、ちょっと無責任なんですけども、今のところは言えることはできるだけ多くの方の声、多くの方の投稿を集めて、そして韓国での出版の可能性を探っていきたい、そんなふうに思っています。日本人の学習の実態、学習者の皆さんの生の声、そしてそういう学習が日本人に与えてきた影響、そういったことをね、やっぱり韓国人に知ってもらいたい、そういう思いなんですね。どんな思いでどれだけ頑張ってコツコツと毎日取り組んできたか、そういう実態をね、韓国の人に知ってもらいたいんですね。韓国はね、まだね、その市民講座の文化っていうかね、その主婦の方が実利目的なしに外国語をこれだけ熱心に取り組むっていう風な、そういうね、風土がまだまだないんですよね。高短期の、研修に行くとね、そこの先生方ね、みんな本当にね、感動して私にいろいろ言ってくださるんですね。だからどうして日本人がこんなに一生懸命韓国を勉強してるのか、大人の方がね、そういったことをね、あまり知らないんですね。だからそういうことをまずは伝えてね、そして市民レベルで、民間交流のレベルでね、どんどん私たちの実態、どういうふうに韓国と向き合ってきたのかを韓国の人に伝えたいと思ってますので、このプロジェクトいいでしょ。だからこういう発想でね、動きますので、皆さん協力してください。一応今2月の末締め切りで200字、またこの仮のタイトルは心に響いた韓国語というものを集めて韓国人に読んでもらう。そうすると何か日韓交流のね、ちょっとしたきっかけになりはしないかな、そんなことを今考えてます。ぜひ皆さん投稿してください。そして何か新しいね、学習の仕方とか交流の仕方の一つのこうきっかけにしていきましょう。